ネオコート・ユーミンです、えー。今回の西洋哲学史解説動画、いよいよプラトンでございます。もう西洋哲学史上最大の影響力を持つ哲学者と言っていいでしょう。間違いなくプラトンはね。そのプラトンをどう解説するか。これは本当にいろんな解説の仕方があるけど、まあ、絶対外せないのは何ですかやはり、イデア論ですね。はい。なので、えー、本書ではですね、ネオ哲学史では、イデア論を中心にプラトンを解説しました。 まあ本書の解説である程度新しいというかまあ僕独自のなんか説明の仕方かなっていう他であんま聞いたことない説明の仕方かなって思うのが二つあってまずプラトン哲学の特徴を一言でパシッと説明していることでもう一つがイデア論の説明の仕方でちょっと面白い説明の仕方を試みたっていうこの二つですねでまず一つプラトン哲学の特徴っていうのは言葉の意味を変える っていうのがプラトン哲学の特徴だって言ったんですね。どういうことかっていうと、自然とかっていう言葉がありますよね。クラテス以前の哲学者っていうのは、いわゆる自然哲学者たちって言われますよね。こいつらは自然っていうものを誤解してるってうんです。自然の言葉を根本的に考えたら、自然は物質なんかじゃ決してない。物質っていうのは動かされるものなんだ。むしろ動かすものっていうのが、動かされるよりもより先にある根本的な自然だろう。うじゃあ物質を動かすものってなんだ魂だ。 だから、以前の自然哲学者たちは物質をなんか自然のものの原理だなんて考えていたけれども、魂の方がより第一の自然なんだ。っていう感じで、自然っていう言葉の意味する内容を変えちゃうんだよね。そういうことをね、プラトンちょこちょこやるんですよ。だから、それをプラトン哲学の特徴だって言ったのは、結構面白い指摘かなと思います。 で、もう一つ、まあ最重要項目、イデア論ですね。あこれもイデア論、といろんな説明の仕方あるんですけど、まず、 えー、三角形の例えは避けました。はい、これは避けです。正解でした。詳しくは哲学史入門1ですね。はい、こちらをご覧ください。三角形でイデアを説明されてもつまらないって書いてありますので、えー、私も三角形のイデアなんていう説明はしてませんのでご安心ください、皆さん。じゃあ、どう説明したかっていうと、なんか花のイデア、まあ、お花ですよね。はい、フラワーをまあ例に出しました。まあ、要するにイデアっていうのは、なんかこう普遍的な こう概念みたいなのが実在するみたいなことなんですよね。でなんでそんな普遍的なものが実在してなきゃいけないんだっていうことなんだけど、美のイデアとか、正義のイデアとか、イデアっていうのは価値に関わるんですね、基本的には。まあその美のイデアっていうことがあることによって、えー、人それぞれっていうことをまあなくすっていう、うん。プラトンは人それぞれっていうのを断固として許さないっていう哲学者だったんですよ。だからまあ何が美しいと感じるか、何が正しいかなんか、人それぞれじゃないか。 別にそれでいいじゃないか。時代によっても変わるし、地域によっても変わる。それでいいじゃないか。いや、そんなことではダメだって言ったんですよ、プラトン。まあまあなんか哲学者っぽいけど、まあでもちょっと無理があるよねって、まあ僕らはさ、美とか正しいものが人それぞれっていうのに違和感は感じないけれども、別の例で考えてみようって言って、花の、お花のイデアを例に出したんですよね。 花は美しい。美のイデアによって美しいんだけど、この花が美しいと思うかは人それぞれだっていう言い方は問題ないというか、まあ、あり得る考え方だよね。じゃあ、花にもイデアってあるんですよ。じゃあ、この目の前にあるこれが、花かどうかは人それぞれだって言ったら、えってなるでしょ。<laughs> そのいやいや、まあ、あの、花、花じゃないですかって。まあ、花じゃないとかって言われても困るよとか。 いや、花かどうかは人それぞれだなんてこれを花って感じない人だって地域によっているかもしれないだろうって言われたって。いや、まあそうですけど、でもまあ、そもそもこの花について話がそもそもできないじゃないですか。っていうふうになるわけだよね。何を美と感じるかは人それぞれだ。これは別に違和感ないけど、何を花と感じるかは人それぞれだって言ったら、いやいやいや、ちょっと会話、会話が成り立たないんでってなっちゃうでしょ。だから、じゃあどうして、 美は人それぞれだっていうので、そしたらもう美についての会話が成り立たないですよねって話ですね。お花が人それぞれだって言ったらさ、もう花について、その、その、そこの目の前にあるものについてもお話ができないじゃないですか。花については話せないですよね。だから美とか正義についても同じなんだって、こういう説明の仕方したんですよね。 これはね、意外とされてないっていうのは正しいかどうかわかんないんだけど、まあちょっとやってみた、思いついたのでやってみた説明って感じで、まあなんかうまくいってるかどうか、まあ皆様のご感想したいということでございますね。はい、そんなところで、えー、プラトンの説明はですね、その2点ですね、プラトン哲学の特徴っていうのは、まあ、言葉の根本の意味を考えて、その言葉をの意味をもう逆転させちゃうっていう。 で、まあ、イデア論の説明ってことで、人それぞれっていうのを、まあ、許さないっていう。まあ、そこがポイントでございますね。まあ、そのさ、言葉の意味を突き詰めるとか、その言葉を突き詰めるっていう果てにイデアっていうものが出てくるから、この二つって繋がってるっていうことも、まあ、押さえておいていただければと思います。それでは、まあ、えー、今回は、プラトン解説でしたということで、ごきげんようさらな。